思います。パゴンと外してってもらうとこう外れるような実は、そうですね、気をつけながら思い切りやるってことですかね。気をつけながら思い切り、はい、じゃ今こちら64色から64色のアップグレードキットつきました。でこちらですね、爪でかましていく商品になるので、一度つけてしまうと爪がもうがっちり噛んでしまってもう外せないようなものになります。で実際の商品を使ってこちらの動画を作成しておりますので、今仮組という形で、のみや整備士が動けない状態でエアコン吹き出し口につなげた状態がこちらでございます。はい、今仮付けの状態で、店頭の方ですね、ちゃんと64色で光るのか確認していきますんで、ちょっと画面に映ってないと思うんですけど、ダイヤル今1個ずつ回していくんで、ちょっと映像を見て確認してもらえればと思うんですけど、ピンクから青に変わって、緑になって、黄色、オレンジ、で白に行って紫、ピンク、赤とこのような形で、車両自体は3色のアンビエントライトなんですけど、このようにアップグレードキットを組むことによって64色光らせることができるような商品になってます。で、あと、コメントの方で光量の方も気にされている方もいらっしゃったんですけども、あくまで商品自体は3色のものと構造といいますか、あれは変わりませんので、そこにただその64色発光するようなユニットを間にかませてるってことになりますんで、光量だとかっていうのは基本的に3色のものと同等ぐらいのものになってますんで、64色のアップグレードキットつけたからといって、まあ、明るくなる暗くなるっていう差は出ないんで、そちらはご安心いただいて大丈夫かと思います。はい、64色このダイヤルで通常通り操作していくと思うんですけど、はい、1個前の色に戻るには、戻るにはもうこれに関しては、画面自体はこの3色戻れるよ、いけるし戻れる。あ、まあ、そこは戻れるんだね。通行だと思ってたら戻れるんだ。あ、じゃあダイヤルでこれを戻せるんですね。そうですね、色の操作はできるんで、普通に右回転左回転で赤系に行ったり青系に行ったりっていう行ったり来たりはできるんですけど、ただこの画面見てもらうと分かると思うんですけど、この画面自体はもう3色の色しかないんで、ひたすらこの3色がぐる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 回るような形で、まあ、色の方はでもしっかりこっちは変わってるんで、お好みの色とかもちろんあると思うんですけど、それに行くにはひたすらちょっと回してもらって、ご自身でこう判断してもらうような形になっちゃいますんで、そればっかりはちょっとご了承いただきたいなっていう、はい、ものになってます。じゃ好みの色は目で記憶。そうですね、はい、このピンクとこのピンクの違い、このピンクとこのピンクの違い、わかる？そこはちょっと申し訳ないんですけど、好みの色を探してもらってっていう風にはなりますね。でもそれも楽しいですよね。そうですね、どんどん気分で一個ずつ変えてってもらっても構わないですし、お好きなところで止めてもらえればなと思います。はい、これ純正連動ってことなんで、もともとのここの こことかもともと入ってるアンビエントライトにも連動する。そうですね、はい、そちらにも配線をつないでいくような形商品になりますんで、色は変わるんですけれども、ただ一つですね、ちょっと行き届かないところっていうのが、ここにも実は今白で光ってるんですけど、アンビエントライトと連動してるライトがですね、ここにもついてるんですけど、ここにはちょっと見づらいんで申し訳ないです、ここにはどうしてもちょっと線が回らないんですよね。なんで、ここに関しては今ついてるんですけど、この既存の、はい、3色の光しかできないんで、これはちょっと申し訳ないんですけど、ここはこのままっていう形にはなっちゃいますんで、ご注意いただければと思います。じゃあここの例えば、左ハンドル用で出ているここのインパネプレートとか、ここのシートバックのモールは64色にはなれる、はい、なります。それも全部この既存のハイコネクターの間にかませて
そもそもがやっぱりこれをついてる前提にはなるんですけど、これの接続してる、まあ、コネクタ箇所に間にどんどんかませていくような形にはなるんで、まあ、同じ系列の商品であれば全部連動して光らせることは可能です。はい、かなり光が増えますね。そうですね、いろんなとこうちの商品買っていただくと光らせることができます。スピーカーもか。そうですね、スピーカーも連動しますんで、はい、じゃあ例えば先に電気用でつけちゃったらそれは3色のまま。そうですね、それは3色用の LED になっちゃいますんで、3色の、まあ、これをつけてる状態でアップグレードキットつけていただいてもそれはちょっと連動しない、はい、ものになりますので、まあ、もし今後 ご検討されている方いらっしゃいましたら、まあ、64色のアンビエントライトエアコンの吹き出し口と64色用のアップグレードキット、こちらはセットでご購入いただいて、もし仮に先にこう3色用のをつけてしまっている場合はお手数なんですけども、64色用のものをまた新たに購入していただくっていう風な形にはなっちゃいますので、そちらもちょっとご注意いただきたいなと、はい、思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。おかげさまでたくさんのお客様にご来店いただいております。業務拡大に伴いスタッフを募集しています。車が好きな方、ウェブページに興味がある方、木更津横浜で働きたい方、応募お待ちしております。詳しくは概要欄から応募ページをご覧ください。バイバーイ。